サンツレをご覧の皆様、こんにちは。海幕広報室の中村一位です。海上自衛隊公式 YouTube、 またカンツベをいつもご視聴いただきありがとうございます。今回のカンツベは皆様の、ご要望にお答えする形で未公開の映像を中心にお届けしたいと思います。それではどうぞご覧くださいました。はい、それでは早速最初の映像をご覧いただきたいと思います。その映像とは潜水艦の訓練に潜入してみた、この映像からお届けします。これかなり気になる点が皆様あったと思います。まずはそのシーンをご覧ください。今日は潜水艦の訓練の一部を紹介したいと思います。最初に潜水艦について紹介します。潜水艦は海に潜ることができる乗り物で、その見た目からクジラと呼ばれることもあります。海上自衛隊では潜水艦は1955年にアメリカから貸与され、その歴史を刻み始めました。大きな抑止力となります。潜水艦の訓練に潜入してみたから気になるシーンをご覧いただきました。気になりますか？早送りですもんね。これはもう本当に申し訳ございません。潜水艦の説明をたっぷり聞きたいというコメントも多くいただきました。でも実はこれは台本上の演出。それでは撮影の裏側と気になる説明のシーンをノーカットでご覧ください。ノーカット。最初に潜水艦について紹介します。潜水艦は海に潜ることができる乗り物で、この見た目からクジラと呼ばれることもあります。海上自衛隊では潜水艦は1955年にアメリカから貸与され、その歴史を刻み始めました。現在23隻保有しており、まもなく55隻目の潜水艦が就役します。また平成28年には海軍時代と合わせて潜水艦運用100周年を迎えました。次に潜水艦の構造について説明します。潜水艦の船体は外国と内国に分かれており、外国と内国の間には浮力を調整するメインバラストタンクが存在します。メインバラストタンクの海水量を調整することによって潜入したり浮上したりすることができます。また潜水艦の長所は、潜水艦の動力について紹介します。潜水艦の動力はディーゼルエンジンと蓄電池の2つを有しております。現在車で当たり前になりつつあるハイブリッド車の構造については、約100年前から潜水艦では取り入れられております。水上構想ではディーゼルエンジンの電力を、潜航中は蓄電池の電力を主な動力としております。潜水艦の長所としてはその隠密性にあります。一度潜入すると船体が海面から出ないため、潜水艦をレーダーや目視により探知することが難しくなり、どこにいるかわからなくなります。また潜水艦は魚雷という強力な武器を有しており、潜水艦が出航するというだけで大きな抑止力となります。いかがでしたか？潜水艦うずしおの乗員は早送りする気満々でしたね。それでは続いての映像に参りましょう。次の映像は広報の取材現場に潜入してみたからご覧いただきます。実はですね、護衛艦山霧の立ち入り検査隊を特集した映像だったんですけれども、イケてる隊員にインタビューしていたことをすっかり忘れていたんです。すいません。なのでこれを機会に、そのインタビューのシーンをご覧いただきたいと思います。どうぞ。護衛艦山霧整備長加藤一位です。今日はアームズマガジンの取材協力に潜入します。貫詰をご覧の皆さん、おはこんばんちは。今回の貫詰は広報の取材現場に潜入してみたということで、護衛艦山霧で行われた雑誌メディアへの取材協力の様子をお届けします。今回海上自衛隊が協力したのは月刊アームズマガジンです。声優の佐々木琴子さん、中村さくらさんによる
立ち入り検査隊の体験取材の裏側をご覧いただきます。そして中村一位が編集で入れ忘れたインタビューがこちらです。護衛艦山切で専務士という仕事をしています西村参院です。海上自衛隊に入隊するきっかけを教えてください。はい、父が防衛大学校卒業の海上自衛官だったので父に憧れて私も防衛大学校を受験して海上自衛官になりました。海上自衛隊で良かったなと思ったことは何かありますか？自分の調整した仕事が実際に成功した時の達成感は大きいです。今一番楽しいことを教えてください。はい、私はカクテル作りが趣味なので新しいカクテルを開発すること、それが趣味です。護衛艦山切の海士長姫野日和です。今は射撃管制という仕事をしています。海上自衛隊で良かったなと思うことは何ですか？はい、陸上勤務の時は土日到着日以外しっかりと休みが取れて、船に乗っている間は長期出航の後にきちんと休みが取れるところです。今一番楽しいこと教えてください。今一番楽しくてハマっていることはバイクでツーリングに行くことです。このインタビューの時に使用したのはコロナ対策の秘密兵器マイクです。広報室の天野さんさが担当してくれました。決してピンマイクを忘れたわけではありません。それでは、最後にご紹介するのはこの缶詰のナレーションの裏側をご覧いただきたいと思います。初期の頃と今現在とではだいぶナレーションが違います。もう全然違います。まずは初期の頃の映像をどうぞご覧ください。ここからの説明は私と私のアフレコでお楽しみください。丸く白い武器、なんだか有名な映画のキャラクターにも似ているけど、これが高性能20ミリ機関砲のファランクスだよ。敵の攻撃から船を守る最後の砦なんだ。へー、すごいんだね。ちょっとかわいい。そしてファランクスの前に見えるのが76ミリ速射砲。護衛艦の装備の中ではやっぱり目立つ存在だよね。上空、水上、どちらの目標にも対応可能な頼れる装備なんだよ。まさに護衛艦の装備ってやつね。かっこいい。今度は後ろを見てみよう。イカズチに装備されているミサイルは2種類あるんだけど、まずは横を向いている丸い筒は対艦ミサイル、その向こう側の壁に囲まれた区画は対空ミサイルの発射装置だよ。あれ？対空ミサイルはどうしてモザイクがかかってるの？対空ミサイルはイカズチを守るための防空用のミサイルで、今見えている部分はいろいろ秘密なんだ。そっかー、残念。でもね、どうしても知りたいって人に朗報。え？何？海上自衛隊に入隊すればすぐにわかるよ。その手があったかー。お近くの募集事務所へレッツゴー。缶詰を始めた頃の、初期のナレーション収録風景をご覧いただきました。お聞き苦しい点が多々あり、誠に申し訳ありませんでした。現在、缶詰のナレーションは広報室の荒木二層が担当しております。初期の頃に比べて非常に聞きやすくなったのではないでしょうか。それでは現在の収録風景をどうぞご覧ください。エルキャックに潜入してみたナレーション参りましょう。お願いします。はい、護衛艦大隅のお尻の部分、スターンゲートがゆっくりと開きます。こんな感じでどうでしょうか？あ、いいですね。ちょっと早いパターンもお願いします。あ、わかりました、はい、映像に、はい、護衛艦大隅のお尻の部分、スターンゲートがゆっくりと開きます。どうでしょう？うん、はまりますね。一応念のために違うパターンもいいですか？お尻の部分、はい、護衛艦大隅のお尻の部分、スターンゲートがゆっくりと開きます。ちょっとこんな感じで。わかりました、はい、
ちょっと力入れてみましょうか。はい。グエカオスミのお尻の部分、スタンゲートがゆっくりと開きます。あのさっきの採用で、はい、やります。じゃあ次行きましょうか。わかりました、はい、ちょっとふざけすぎましたね私ね。あ、はい、じゃあ次行きますね。さあいよいよ L キャックの発信です。あ、いいですね、これこのまま使えますね。 ありがとうございます。じゃあ次お願いします。はい、おーっと、Lキャックのスカートの部分が膨らみました。どうでしょう。もうちょっとゆっくり言ってもらってもいいですか。わかりました。はい。おーっと、Lキャックのスカートの部分が膨らみました。ああ、いや、いいですね。ありがとうございます。いいんですけど、はい、一応、もう一パターンお願いしてもいいですか。はい、はい、いけるかな。スカートの部分ですよね。はい、おーっと、L キャックのスカートの部分が膨らみました。うん、こういう感じ、ちょっと可愛らしさを出していただいて。最後の可愛らしさ大事ですね。そうですね。あ、分かりました。若者向けということで。はい、若者向け。おーっと、L キャックのスカートの部分が膨らみました。すいませんでした、はい、今のはもうなしで、もう余計なこと言うのはやめます、はいはい、とこんな感じで収録をしています。今回の缶詰はいかがでしたか。海上自衛隊の公式 YouTube ではこの缶詰以外にも海上自衛隊の迫力のある訓練の動画ですとか音楽隊の素敵な演奏動画、少し変わったところで南極の映像などもお楽しみいただけます。また SNS、Twitter、Facebook、Instagram でも日々素敵な写真をアップしています。海上自衛隊に少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。